どうもクソハゲです。ですね、今日はですね、約束通り引きこもりの、ね、14歳の中学生に僕からですね、46歳の青年がチューナーレステレビをお届けします、はい、T シャツ売りは順番に太ったに決まってんじゃん。太ったに決まってんだろ。もっと太りたいわ、豚みたいにな。後ろにあるな、このチューナーレステレビを届けたい。だからやります。そのためにあのサイン、俺のサイン書くから、テレビ。もしかしたら俺の開けたテレビ売っちゃう可能性もあるから、テレビに俺のサイン色紙書いて、サイン書くわ、油性マジックで。もうあれが生きた。なんやこれ、何これ、これアンチか、こいつどうするつもりなのこれ。だっていけないじゃん。いやこれ危、しかも右行ったら車が来るから危ねえんだけどさ。いやこれマジで危ないよ、これどうすんじゃん、これ本当にこれ危ない。いやこれ危ねえんだよマジで。いや引っ越すなよ、引っ越すな。犬が、犬がいる。あ、待って、ふ、こっつくな、こっつくな、こっつくな。よっしゃ、やべ、しまった。あ、ちょっと、君に言わね、ちょっと電気つけて。そうだ、プレゼントじゃないけど、あ、そうだ。あ、いいんですか。ありがとうございます。2500円で。ちょっと危ない。うん、そうだね。2500円。お釣りって出したりしますか。お釣り、あ、いいよ。釣り円しかないんですか。いくら？ちなみにマグカップ、マグカップ。あ、マグカップ落ちちゃった。マグカップ落ちちゃった。いや、ちょっと待って、お釣り渡すよ。よいしょ、お釣り渡すからね。2500円、500円、あ、5、当たった。え、これで来た、これで、これで、じゃあ確かにね、ありがとう。2500円返ってくるってことは、で、あの、弟いる来たよな。これ男の子にも、まあ、分かりました。弟のこれ2人兄弟で来な。あ、うん、なるほど、分かりました、ちょっとこれ、まあいいや、新500円玉ってあんま使いつけないで。新500円玉ってなんか自販機とかで使えないからあんまじゃない。あ、そうなんだ、うん、お小遣いでもらってるのか、君は。あ、これお小遣いですよ。お小遣いなの。そう、親からもらえるわけないじゃないですか。あ、そうか。だって親になんか、あの、会うって言ったり、まあ今日曲取れたんですけど、なんかニートウォーキング俺出たいって言ったら、あ、ダメ、あの店にダメ。そう、行った後になんか、なんか、あの、元 AV 男優とは関わるなって言われて。誰が？お母さんに。だから職業差別って俺言ったんですよ。おかしいよ。そう、職業差別って言ったらそれは分かったけど、なんか、うん、N 国党は危ないらしい。N 国党の元 AV 男優とは関わるなって言われたの？そう、お母さん。ひどい差別だよ、それが。おかしいって言ったんですよ。おかしい、おかしい。全然聞いてくれない。それはおかしいよ。だって職業差別じゃんね、そんなもん。それ俺 AV 男優じゃないし、そもそも。あ、違うんですか？そうだよ。あれ、ポリフェノール秋山っていう俺にそっくりな。そうなんだ。いるわけねえんだよ。だって、考えて。ね、市議会議員で元 AV 男優ったら立川市の恥だよ。思わん？俺じゃないよ、俺。俺にそっくりな人が、たまたま出てたわけだから。でもね、じゃあ、まああれだな。じゃあ、あんまり連れ出すとあれだから、今日、ここで相談だけ乗るよ。これも写真撮って出していいから。ね、横山みどりが来たっていう。ね、証だから。いや、でも俺今日ワンちゃんご飯おごってもらえると思ったんだけど。ほんと、じゃあ、ごごろっか。え、マジっすか？あ、じゃあ行こう。行く？ご飯おごってもらえないら、いくらでも僕歩けますよ、全然。歩くじゃん。じゃあ、ここから一番近い店どこ？じゃあ。
てかごめんなさいな、あのちょんちょんとかいう俺の友達ぶってるやつが。ああいいよいいよ、あいつもまだまあ可愛いもんだよ。まあ14歳だからね、俺も知らんかったからさ、俺大人大学生がやってるかと思った。14歳だったから俺もちょっと怒っちゃったけど、まあでもね、未成年キズたちの配信者が増えて俺はいいことだと思ってるよ。未成年中学生配信者3人しか俺知らないです。今のところ中学生配信者誰がいるの？リンダと俺とあとチョンチョンってやつ、チョンチョンとあとキングマンってやつ。キングマン3人しかいないの？はい。しかも不登校が2人、俺とキングマン。不登校で不登校なんか分かんない。でもね、配信は不登校者を救うから。いやだってそれで喋る訓練にもなるし、俺もそうだったから。不登校とかでしょ、普通ニコ生って見ないでしょ。普通ニコ生見ない、ね、中学生ね。だってニコ生ってこと自体知らない同級生も多いと思うし。じゃあ誰見てるのみんな。え、なんか同級生と会った時、同級生で会った時、なんか昨日同級生5人が家に急に来たんですよ、うん、突然リンタの家に。そう、おう。その時あの一人のあのスタベスとかじゃなくて、あのショウがいい、あ、ショウがいいって名前の名字のやつにスマホアームぶっ壊されたんですよ。何を壊された？スマホアーム、スマ…なんかスマホーラーが固定して。おう、なんでぶっ壊されたの？いや、わかんないですよ。壊れちゃったのいいんですけど、申告しなかったから。いじめじゃん。そう、それにあのぶち切れて。ぶち切れてどうしたの？え、昨日マジでめっちゃイライラしたのか。ぶち切れて障害者差別みたいなこと言っちゃって、ちょっとそれは謝んないから。なんつったの障害者差別みたいな。なんかやっぱ名字って神から授かるんだな、だから障害って名字なんて言うみたいなこと言っちゃったな。ちょっと反省してるが。あ、名字を障害という、障害君に対してやっぱりお前は名字とは同じで障害者の涙を言っちゃったんだ。そう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 。だからそれは反省してる。それは反省しなきゃいけない。だ、名前に罪はないから。うん。すいません、あの自分たちだけ映しながら食べてみますか。ああ、うん、OK、サンキュー、サンキュー。あ、ちょっともう一人呼んでくるね。OK、ノーマンタック。これいいじゃん。これ食えよ。食ったことある？ないですよ。あ、じゃあ今日はね、あ、タワーで高。はい、どうぞ。いや、やっぱりちょっとこれはあれだね。ナスだけ、ナスだけだめ。ナスだから。ナスとピーマンはナス。でも最新玉ねぎです。はい。フカヒレってできますか？フカヒレ。あ、できます。じゃあ食べたことない？ないか、ないかもしれない。食べていい？じゃあフカヒレ。いい。はい。あ、アワビ。アワビ。これどっちが美味しいですか？おすすめは？どっちがおすすめですかね？これ迷ってるんですよ。どっちがですかね？どっちが美味しい？自分の何がって気はさらない。ああ、そう。じゃあ、フカヒレで。あ、じゃあ。アビは、あ、遊び？あ、アワビで。アワビ。じゃあ、フカヒレでいいです。フカヒレ。え？フカヒレ1個ちょうだい。ください。こっちです。こっち。結構高くなかったら大丈夫ですか？3パチだよ。大丈夫ですか？いや、でも、今日は、ね、初めて、俺って普段一人で食わないけど、3パチ、高くね、大丈夫ですか？いや、でも美味しそうだから、ここ絶対美味しいから。月のお小遣いもなくなりますよ、これ食べたら。出た、3800円のね、これが、フカヒレだよ。いいんすか、これ。当たり前じゃん。あ、いいよ、全然残してる。お腹も空いてなかったけど、うん、あ、いいんだよ。いや、いい、あの無理しなくて、中学生なんだからさ、うん、食べてみて、これ、ほらビヨーンって伸びて、うん、伸び、そう、もう空いてて、ほらどう？正直に言っていいですか？いいよ。3800円の価値はないです。なんか、美味しく食べない、食べていいんですよ、マジで。え、チンゲンは？
チンゲンサイが。チンゲチンゲちょっと。もう食べない。じゃあ俺。いいですもん。ごめんなさいよ本当に。いや。これのうまさが分かんないよ。自分あの貧乏舌なんですよ。マックが一番好きですよ。店って。マックが一番好きなの？え、うまいよコリコリして。お腹みたいですね。うまい。ん？いや全然全然。お腹みたい。え、俺これ好きだよ。じゃあ俺これ作っちゃう。うん、いやいいっすね。うん、じゃあ。これ何？あ、これなんかあれです。今めちゃこぼれましたよ今。ティッシュ取って。あ、はい。箱ごと。ちょっとトイレ行ってくる。あ、わかりました。いってらっしゃい。わ、ちょっと食い逃げされたのかと思いました。一瞬。俺そんな人間に見える？コメント欄なんか食い逃げしたって書かれたから。え、俺が食い逃げをするってか？いやなんか書かれたから。しない。俺一回もないよ人生で食い逃げなんて。一回もないですか？一回もないね。なるほど。ここ美味しいよ。ここね、中華料理屋なんで。だからここ普通美味しいって。あ、え？完食したよ。どうして？え、あの、え、これは？完食した。ああ、まあ、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。何事もないように。ごちそうさまでした。ありがとうございました。